抜けていきました。手袋を片っぽ落としたのも気づかず、ふう、寒い、それ急げと言ってしまいました。一番目で取りやすいんだけど、うわぁ、あったかそう。お家見つけた。本当あったかそうだね。ここなら凍えることはない。ちょ、さあ、乗り込もう。ネズミは喜んで手袋へ入りました。ぴょんぴょんぴょん。まあ、いいこと、ネズミさん。わ、ネズミさんにカエルさん、うらやましいなあ。あったかそうで手袋に入りました。あら、だーれ、あったかそうなお家にいるのは。キツネのおばさん、ここにいるのは。チュッチュッ、ネズミ、ぴょんぴょん、カエル、トントコ、ウサギの3匹よ。まあ、うらやましい。私も入れて。入れてあげたいけど、入るかな。ぎゅうぎゅう詰めれば入れるよ。お入り、お入り、キツネのおばさん。ありがとう、コンコンコン。お、お、お。これはすごい。あったかそうな手袋に1、2、3、4、仲良く住んでるぜ。俺も入れてくれよ。オオカミさん、見てごらん。とても入りっこないでしょ。入れるよ、奥へ詰めてくれりゃね。いやいや、いやー、にぎやかであったかそうなお家だね。誰がここのご主人だい？イノシシさん、みんながみんな主人だよ。そんならわしもみんなの仲間に入れてくれ。それは無理よ、もうはち切れそうだよ。大丈夫、入れるよ。おしくらまんじゅうっていいもんね。じゃあイノシシさん、お入りよ。ありがとう。いやいやいや、うわー、苦しい、潰れるよ、痛いよ。手袋のお家はぎゅう。うわー、あれはなんだ。見た目は手袋みたいだが、大勢入って騒いでるぞ。楽しそうだな。森のクマさん、のっそりのっそり近づいて。いやー、面白そうだな。みんな仲良く住んでるな。おいらも仲間に入れてくれ。ダメダメダメ、クマさん、もうダメ。あんた一人で破けちゃうよ。でもさ、みんな入ってるじゃないか。入れておくれよ。クマさん、見てごらん。ネズミさん、穴が。ひゃー、痛い、苦しい、ダメクマさん、大きな頭を突っ込みます。ぎゅう、ぎゅう、ぎゅう。キャー、参った、死ぬみんな大騒ぎ。ワン、ワン、ワン。突然、犬の吠える声。みんなはパッと逃げていく。おじいさんは落とした手袋を探して戻ってきました。
あった。あそこにあったんじゃ。あんなにみんなが温まり、仲良く過ごした手袋は、落ちたまんまの格好で、静かに雪の上にある。森はひっそりしていました。みんなが一緒にあったかく過ごせる手袋の